これにしようか。カポはなしです。今日はアルペジオ忘れちゃった。最近やってなかった。あ、早い。正解です。ごめんね様。ポンピポン。うんと B メロかな。まあ
成果のお時間です。Thank you.
ートバージョンでした。押すとこだった。おろしとこ。それでは通常配信スタートです。おはようございます。おはよう。1300日連続配信おめでとう&ありがとう。こちらこそ。おはよう、おはよう。あ、たこやー、ありがとうございます。1300日連続配信ありがとう。さんちゃん、こちらこそありがとう。改めまして、おはようさんちゃん、ありがとう。改めて、おはよう、ひゃほいひゃほい、ハートありがとう。こちら、かわいい、ありがとう。今日もかわいいよ、ありがとう。たこやー、ありがとうございます。昨日はエスケープチカフェ10杯どんなの。お昼もお昼も晩もご飯は抜きました。だってわーお、10杯はもうお腹たっぷんたっぷん。たこやー、ありがとうございます。たっぷんたっぷんね。ちょっとね、弱い方とかだったら怖い。お腹こ、あ、たこやー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 、ありがとうございます。お腹大丈夫でしたか。たこやー、今日めっちゃたこやん、ありがとう。皆さん Thank you。 かもちゃん、おはよう。あ、たこやー、ありがとうございます。今年の周年はモーニングおきどきですか。だって、わかんないです。わかんないな。モーニングなんだろうね。モーニングコーヒーがいなかった。モーニングコーヒー、たーこやー、ありがとうございます。それでは改めてご挨拶。かのちゃん、おはさまー、ごめんねさまー、まぶしい、ありがとうございます。おはさま、改めて、おはー、1300日連続会社、ありがとう。さんちゃん、今日はお休みや。だって、あ、ゆっくりしてね、ゆっくりしててね。うん、おはようございます。大学トリプレス2024ケータぜひケータしてね。ボサ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 、なんか髪の毛があった方がこの辺が落ち着く。ごめんねサマーって何を謝ってるんでしょうかね。それね、でもまずちょっとまだ深い意味は分かんないけど、ちょっと待ってよ。ごめんねサマー歌詞、君は防波堤で膝を抱えて近づいた波を数えてた。僕はその通り邪魔をし、わざと話しかけたら肩をぶたれた。うん、真っ青の空は愛しさに永遠のその意味を教え、ごめんねさまを教え、ハートにそっと触れたくなった。いたずらなんだよね。同じで切ない潮風だけずっと君に吹いてる。ごめんねさま。潮風ってちょっとしょっぱいみたいな感じ。
この恋友達なのに切ない。だから友達から進めないっていうこと。うーん友達なのに友達、あ、不器用太陽の歌詞ってさ、あれだよね、あの「たこやん、ありがとうございます、おはようち、なんでやねん、ごめん様」じゃなくて「浮世太陽」歌詞。あ、好きなのに知り合って長すぎる、友達のままで海へ行って何をすればいい、友達皆さんのコメントも読んでみや。よっちゃん、なんでやねん。あ、ユニクマちゃん、あー見逃してる、ユニクマちゃんありがとうございます。せーの、ユニークマクマつかっちさんからユニクマちゃんいただいておりました、ありがとうございます。ユニクマ Thank you、 つかっちさんありがとう。9月29日は大学ドリフェス2024、おはよう、貴様かわいくのさん、ありがとう。じゃあお目覚めはググです、ググ。なんかね、筋肉痛なんだよね、ちょっとね。おはよう、おはよう、おはよう、たこやん、ありがとう。おはよう、大学ドリフェス、今日も波の痛い終了しました、今日もあなたはいい波乗ってんね、ありがとうございます。今日は時短配信じゃなくて大丈夫です、ありがとうございます。おはよう、おはよう、たこやん、おはよう、ハロー、ヘックキラ好き、キラキラフォーエバー、トゥルトゥトゥトゥン、トゥルトゥトゥトゥン、トゥルトゥ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 ン、ありがとうございます。おはよう、花火ありがとう。おはよう、おはよう、たこやん、5連発ディさん、ありがとう。あとめて、おはようさんちゃん、学生、あ、学生のボール、そうですね、昨日発表がありましたね、作が本当にこういうねことは本当にたくさん作が考えて考えて出した結果だと思うので、はい、頑張ってほしいなって思います。うん、本当にたくさん考えると思うから、こういうことって本当にカノンが何か言えるようなあれじゃないですし、うんうん、頑張ってほしいなっていう風に思います。はい、頑張ってね、たこやん、ありがとう。初見さん、おはよう、ありがとう、おはよう。10杯飲んでもくまさんのコースター引けてないので今日も頑張る、だって、あ、頑張って頑張って、でもあのなんか固形のなんか食べ物もちょっと食べてね。たこやん、ありがとう、おはよう、ごめんね、ごめんねごめんね、ごめんね、そう、そんな軽い別にごめんね、ごめんねとはあの言ってないけど勝手にその音程で読んじゃったけど、それはちょっとびっくりしちゃうね。おはようございます、おはよう、おはよう、ビッグハート、ありがとう、エビハート、あ、ビッグハートからの、ありがとうね、せーの、ユビハート、ありがとうございます、 Thank you、 ありがとう。おはよう、おはよう、たこや、ありがとう。金魚スクイもありがとうございます、おはよう。花火ありがとう、おはよう、おはよう。肉まちゃんね、ありがとう、
Thank you, ひみくまちゃん。ありがとう。おはよう、キングスクール、ありがとう。全員でモーニング詩人で飛んでくださいだって。あ、わあ、一発目に詩人。お、くまちゃん、ありがとう。くまちゃん発見。ある日にのかくまさんに出会った。Thank you。おはくまちゃん、ありがとうございます。また追いついたらお礼しますね。ありがとうございます。Thank you。朝一発目の詩人はちょっと大変やね。おはよう。花火ありがとう、おはよう。はようさんちゃん。9月29は大ゴドリフェス。おでんゲットしてなんでやねん。チケットゲットしてください。かのんさん、今日もお仕事なの？だって。今日は、内緒です。スケジュールは内緒です。おはよう、おはよう。キラキラありがとうございます。おはよう、おはよう。キラキラありがとう。太陽もありがとう。大グデイフェス2024。遊びに来てね。おはよう、さんちゃん。今日も大好きで、おはくま。ありがとう。おはくま。Thank you。ごめんね、サワーって上のための歌やなんて。でもそうやってさ、その思うさ、歌詞ってさ強いよね。共感できるというか、なんだろう、自分とこう重ね合わせたりさ、逆にこう自分に言ってくれてるのかなとかさ。おはよう、バラの花束ありがとうございます。ゼニが飛ぶよ、シュッシュ、ありがとう。初見さん、遊びに来たよ、ようこそ。花火ありがとう。今日の日曜公演でおじいちゃん無事にパフォーマンスできるかな。もう子さんと一緒にしたよ。あれにしよう、制服の目だ言ってましたもんね。あのこの前の鉄なの時に、その今度制服の目に出るんだけど、こう緊張する時にどう、みんなは緊張した時にあのほぐす方法、どうやってほぐしてるのっていう MC 示したもんね。はい、カノンがご提案したのはオーバーチャー中にあの叫ぶっていう。ぜひやってみてほしいですね。おはよう、チャイチャイしてるだけのリア充ソングやんね。だってイチャイチャしてるだけのリア充ソング。まあ確かにね。でも肩を歌えたって、まあまあ、でも友達なんだよね。ね、リア充には、リア充ってなんだっけ、付き合ってはないってことだよね。バラありがとうございます。金魚すくありがとう、おはよう。ハタありがとう、おはよう。ダラムちゃんがコールンだ、ありがとうございます。おはよう、ハートありがとう。ダラムちゃんがコールンだ、ありがとうございます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう。はじめまして、かわいいですねって、あ、なんでやねん、ありがとうございます。金魚すくありがとう、おはよう。動画過ぎたいい年さを謝ろうと思う。2番、早くくくれよとってから、ほらやっぱくくれてないんだもんね。ときめき苦しい、ただに数えてもどうにもキリがない。じゃーん、一人で足跡つける、一緒にじゃないの。
動画好きだ、いい年さ、頑張ろうと思う。おはよう。好きになっちゃってごめんね。違うか、好きになっちゃってごめんねっていうより恋にごめんね。この気持ちが。おはよう。今日は髪の毛サラサラさんちゃん、ありがとう。おはよう。33万の情報解禁が21時からあるから、22時30分のお嬢さんメイキング公開リアタイできるかどうだろうか。ぜひできると信じておりますがね、どうでしょうか。はい、本日は土曜日ということで、私さ、中野が出演させていただいているあのぐずりおじさんのメイキングが公開ですね。ありがとうございます。なのでまた X の方で告知しようと思いますが、ぜひ皆さん見てください。あ、たこやー、ありがとう。あの大ぐずりフェスのぐずりっていうのはこのぐずりおじさんですね。知らない方もいるかもしれないのでご説明させていただくと、ラジオなんですけど、メイキングがその収録してる様子がメイキングで YouTube に上がるので、ちょっと雰囲気見て、あ、楽しそうって思ったりとかしたら大ぐずりフェスにね、遊びに来てくれるたら嬉しいなと思いますので、皆さんぜひ見てみてください。ユニクマ消えたか。お、あれ、ユニクマちゃん一人しか見つけてないコメント欄でも。おはよう、テイクズリフェイス、しまった、またロングシンキュー、あ、失礼失礼、ちょっとあの遅れてますね、カノンの読むのが遅いので。おはよう、ククー、おはよう、カノンちゃんいつでごめんなさいだって。あら、それは謝らなくていいですよ。本当に一日だったら全然謝らなくていいんですよ。おはよう、おはよう、今日も素晴らしいライブありがとう、さんちゃん、どうぞどうぞ。おはよう、おはよう、おはようんちゃん、なんでやねん。今日は車の点検に行きます。お、いってらっしゃい、いってらっしゃい。おはよう、おはよう、私今腰が筋肉痛、お疲れさんちゃん。おはよう、おいらと同じ愛を伝えられない男の顔さ、結婚にしてだって、たしたしいつも伝えてくれとるやん、ありがとう。夏休みが始まるまではウキウキな夏と期待するも、宇宙の人もね、一気を迎えそうなので、夏に謝る夏に謝る。あー、でもそうだよね、伝えられてないっていうもどかしさとか切なさみたいなありますよね。おはよう、おはよう、おはよう、9月29日は大月リフェス2024、ハタありがとう、金魚すくいありがとう、うん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 、うん、たくさん考えたんだと思う。おはよう、さんちゃん、おはようございます、おはようございます、花火ありがとう、愛を伝える、あおはようチャラ男のごめんさま、ごめんね、ごめんねになっちゃうかな。おはよう、おはよう、喉が欲しいなった、治りません、治りますように。おはよう、キラキラありがとう、あ、くまちゃんに追いついた、じいさんありがとう、はくまちゃん、イエーイ、わ、キラキラつきありがとうございます。おはーこが、 Thank you、 ありがとうね、くーまちゃん、くーまちゃん、くーまちゃん、ありがとう、じいさん、 Thank you、 ありがとうね、レインボースター、ありがとうございます。毎日暑いね、だってね、暑いね、昨日は雨が降ったので蒸し暑かった。おはよう、レインボースター、ありがとう、おはよう、ハートありがとう、100キラありがとうございます。
初見です。違った、初見じゃなかった、ありがとう。おはよう。つながりが欲しいね。あららら、9月29日は大骨にファイス2024、ぜひ遊びに来てね。さんちゃんおはよう。今日もさんちゃん爽やかだね。だってありがとう、爽やかにお送りします。頑張ってください、ありがとう。でも最終話のシーンの、うん、だよ、シーンになっちゃった。おはよう。一発目がシーンのライブってなんかあったような気がする。まさかの外出用返しとか。おおおおおちら、おはよう、おはよう。さんちゃんの MC を深いと思ってくれ、貴重な作を待ってる、待ってる。おはようございます、さんちゃんありがとう。今日もかいさんちゃんありがとう。今日はグズリーさんメイキングだー、うわーってんだー。はじめまして、なんでやねん。キラキラありがとう、おはよう。9月29日は大グズリーフェス、ググありがとう。さんちゃんは菓子屋さんまさん以来のあだ名、もう大先輩、さんちゃんの大先輩大先輩、あの尊敬しております。さんちゃんっていつか一緒にやれますように。ちら、おはよう。9月29日は大骨リフェス、あち、昨日は千葉の海で貝を食べました。おー、いいですね、貝、貝とかホタテとか、あ、おいしょか、あのホタテだね。わかなが好きですね。おはよう。9月29日は来月にフェイス、何でもございません。おうちゃん、おうちゃん、あ、こんばんにゃん太郎ありがとう、 Thank you。 おはよう。9月29日は大骨リフェス、本日も安定の寝癖で前髪の上あたりが跳ねてる、ここに一本いるこれぴょーん。おはよう、ちら、はい、ちありがとう。おはよう、ハートありがとう。おはよう。今日は崩れるんじゃない、やっぱ流れで33枚目の情報が発表されましたの流れでいけますね。おはよう。よし、研修の講師の時に研修一緒になったら、さんちゃんって叫ぶからって、さんちゃんって叫んでくれるのおー、ぜひやってみて。アロハーカーン、ラスト前見ちゃって、いいなー、ずるいなー、でも一回やめちゃよかった。いやー、ずるいなー、そりゃいいよ、もう予告からめちゃめちゃワクワクなんだもん。いいな、チケットゲットしてね。だってね、ぜひぜひ大グズリフェスチケットゲットして遊びに来てね。緊張ほぐす方法はない、ほぐそうとする余計に緊張する。ああ、なるほど。おはよう、おはよう。定番というかさ、昔から言われてるというか、あれだよね、人っていう字だっけを書いて3回飲み込むみたいな。おはよう、おはよう。なんてやってもありがとう、なんちゃん、どうぞどうぞ。おはよう、大学リフェス2024、考察さんちゃん、じゃん。お腹が鳴った、すごいな、ごめんね、サマーって天才だよね、ほんと。初見のさんちゃん、のんち、さだかのんちゃんに会うと緊張するかな、初見でしたって、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。おはよう。カメラの前ですよね、これでしょこれどうしたらいいかな。こんにちは、出たがりがここに一本いますね。おはよう、おはよう。かのんちゃんの彼氏が他の子に防波堤で肩をぶたれてても付き合ってないからいいやってなる。かのん
ちゃんの彼氏が他の子に大当たりカードを使ってないからいいやってなる。カノンの彼氏っていうか、カノンと肩をぶたれちゃった人、彼氏が付き合ってるってこと？他の女の子か、他の女の子に肩をぶたれてて付き合ってないからいいやってなる。変ならないんじゃない？ならないんじゃない？だって二人だとしてさ、まず海にさ二人で、二人きり？それはちょっとなんかえってこう、なんかみんなでこうバーベキューみたいな感じだったら分かるけど、えってなるよね。やっぱりごめんねごめんねごめんね、おはようです、おはよう。そんな引っ込み以降の彼も大人になって、夏が始まる前に渚に誘えるくらいに成長したんですね。分かりました。渚のイメージかな、渚のイメージは誘いたいよ渚を、今も好きだけど肌を気あする麦わら帽子の君も好き、あなたがそんな勝手な想像をして、ただに焼けてそんなの見えない、一番恥ずかしい、ちゃっちゃちゃん渚を、イメージだよ。まだ誘ってないね。おはよう、おはようございます、おはよう。今夜の配信ね、ドキドキ、今夜の配信情報解禁、皆さんドキドキでしょ。おはよう、暑いけどもう出かけてきます。お、頑張ってください、いってらっしゃい、おはよう。金魚すくいありがとう、ハートありがとう、タコやありがとう、おはよう。今月は第5土曜日がある月なのよね、だって。うん、ということはどうなるかな、どうなるかな、小釣りおじさんどうなるかな、おはよう、花火ありがとう、おはよう、123ちゃんありがとう、 Thank you。コメントたくさんで読まれると思うので、次回同じコメントしますので、あ、お待ちしてます。ちょっと今日も特に遅れてます。テイクトリフェイス、おはようハートありがとう、ぐずっていいですか、お、ぐずりおじさん、ぐずりおじさん、おはよう。ぐずりおじさんミーティング公開時刻分かったら教えてください。あ、公開時刻はいつも通りでいきますと22時30分です。はい、あ、ユニクマちゃん、今日全然見つけられない、ありがとうユニクマちゃん。大江さんからユニクマクマユニクマちゃんいただいておりました、ありがとうございます、 Thank you ユニクマちゃん、ユニクマちゃんありがとう、大江さん Thank you、 ありがとうございます。大学リフレッシュ、おはよう、今日はミーアイのライブ行ってくる、いいな、今ライブやってるんだ、うわー、お楽しんできて、だいだい、はいはい、あがってくでしょ、おはよう。最近カンジさん朝 X に食べるなんていうの再開した感じ、あ、ね、お言葉が上がってますね、ハートありがとう、おはよう。すぐかと思ったらボハテック海に落ちたからごめんねと謝られた、それは超ごめんねだね。もし本当なら超ごめんね、おはようじゃん。金魚すくい、誰もしなくコーナーありがとうございます。さっきスマホを水没させてしまったけどなんとか復活しました、あ、よかった、充電できました。花火ありがとう、おはよう、おはよう、花火ありがとう、初見さん、あ、デザイン、あ、ありがとう、おはよう、キラキラありがとう、ガンジさんの了解が見せないことよかった、ライブデビュー正解したライブ見たくなるよね、だって。あ、彼もそのポスト見つけられてないかな、
ね、楽しみだよね本当に。うわ、お魚が出てきた。おはよう、おはよう。またユニクマちゃん見逃してる。うわー、ありがとう。ヤマちゃんからユニクマか、ユニクマちゃんいただいておりました。ありがとうございます。 Thank you thank you ユニクマちゃん、ありがとう。ユニクマくわ、ヤマちゃんありがとうございます。キラキラありがとう。おはよう。こんにちは。育ち上げる文化に気分にならないのか、わかんない。まだ夏休みモードっぽいけど。おはよう。ギフト大量に飛んできて最初の消える、消えるの。赤ちゃんさんも配信で実証済み。消えちゃうの。あらあら、あ、なくなった。あらあら、気づけてないのがいるってことかな。クマちゃんとか何か分からんけども、ありがとうございます。とにかくサンちゃんナッキーに結婚してって伝えておいてね。なんでやねん。伝言は受け付けません。喉は凍るのしすぎでしょうね。あ、じゃあもうやむを得ないですね。おはよう大グレイフェス、キラキラありがとうございます。おはよう。直接会って見つめ合いながら伝えたいの。お、そうなの。じゃあお待ちしてます。また阻止するかもしれないけど。ありがとう。台風東寄りになってきた。27日のイブ直撃で東海の交通やばいかも。もうあっち行け。台風あっち行け。地域によっては2学期始まるのが完璧なのか。完璧ではないと思う。カノンと一緒でギリギリタイプだから。ハンバーグ。来週は台風が来るからスケジュールが大変になりそう。うん、あの気をつけてね運転。あとありがとう。おはよう、おはようございます、おはようございます。おはよう、はじめまして。なんでよね。おしますおします、おされますおされます。 Thank you。 おはよう。あやのことはたまには爽やかですねって言ってもいいやね。だってお爽やかですね。いいよね。おはよう、おはよう。グズリフェス、大グズリフェス。今日から俺はやるね。あ、あのポストで X で教えてくれてましたね。今日から俺はの、三橋っていうねキャラクターもサンちゃんって呼ばれてますからね。一緒。おはよう。モノマネはなんかすごいことがない限りはしないと思いますけども。おお、あさりがうまうまでした。うわー、おいしそう。大学生フェス、おはよう。今日はあいだけアイシュの日、ドレッシングの日、ジャパンパラリンピックで。おお、頑張れ。ありがとう。ドレッシングは何が好き？急な質問。ドレッシングは何が好きですか？ハートありがとう。ラストマイル今日見に行きます。ずるーい。皆さんいいな。カノンも早く見たいな。X もカノンが一回調べた。あ、違うな。X もねトレンドに上がってた。ラストマイル。花火ありがとう。バニラヨーグルトの日。美味しそう。歯ブラシの日。大事。レンタルユニフォームの日。うん、おはよう。カモニカ横丁の日。ほうほう。おはよう。昨日長年使ってきたイヤホンが壊れました。9月はいろいろと出費がかさみそうなので。あらららら ら, ら愛用のイヤホンだったんですか。ですよねきっとね。うい、なんかイヤホンってやっぱ形結構なんかあるじゃないですか。合う合わない。おはよう。 Windows。 手が欲しいになったの？なんでやねん。米売ってね、大変だ。おはよう。
つくばエクスプレスが開通2005年。かのさん1歳おはよう。ハマなんか収録舞台裏ドキュメントで多分人ってジオの向こうの映像が流れてたね。だってこれねって緊張するよね。主権さんおはよう、ありがとう。この髪いらなかったら売れにくい。これこれチケットゲットしてね。ぜひぜひゲットして遊びに来てね。その髪ちょうだい。これ皆さん欲しいですか。なんでやねん、その髪ちょうだい。もうおはよう。札幌テレビ塔が開業。おー花火ありがとう。おはよう。冥王星すごい、いろんな日だ本当に。キラキラありがとう。おはよう。さんちゃんの阻止阻止で台風も阻止できないから、台風阻止阻止。おはよう。そう、渚のイメージはまだね想像してるの。あー楽しい、こうしたら素敵だなーって。ハートありがとう。お仕事行ってきます、今日も頑張ろうね。だって行ってらっしゃい。もう行っちゃったから遅れてるから頑張ってね。おはよう。ハートありがとう。おはよう。渚でもイメージ止めるから、最後はヒントすれ違って愛をした、ありがとうと体感するのですね。分かりましたって。おお青空かと思い、今日はバンティンドームで名古屋坂マジックのライブがある。お、そうなんですか。おはよう。おはようございます。久しぶり、まともに名前呼ばれた。まずい、久しぶり、ありがとう。かわいい、ありがとう。おはよう。チケットぜひゲットしたね。7時33分、7分渋滞してますね。チケットゲットしたね。しもちが肉まちゃんに乗ってきたの、どういう絵よ。おはよう。ハートありがとう。俺が名前怪しく書いてるから。あ、そうだよ、最近はいろんな、なんかいろんな名前になってたじゃん。カノンにもなってたし、そりゃ呼べないよね。ねえ、おはよう。9月29日は大小釣りフェス2024、ぜひチケットゲットして遊びに来てね。おはよう。来週は日曜日に静岡に行くので今日は洗濯デーにしました。お、いいですね、お洗濯。白いシーズン、あれ一番リア充イチャイチャソングはない、放課後レッスン12巻。あ、放課後レッスン、確かに。確かにね、放課後レースはそうだな、イチャイチャしてるか。12月のカンガルーもだいぶイチャイチャしてるな。どっちかな。距離的には12月のカンガルーの方がイチャイチャって感じじゃない。金魚すくい、ありがとう。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。ボミにしようっていうのはみほちゃんの影響、みほちゃんの配信でありがとうございます人が言うけど偶然。おお、知らぬうちだったら影響されてるかもだけど、偶然かも。多分だるまちゃん転んでありがとうございます。たくさんアルマが転んでる、ありがとう。そうだね、うんうん、ちょっとめっちゃ遅れとるなコメント。おはよう。ハートありがとう。ガンちゃんのお腹について私もお腹なった、 小食取らねば。
あくびみたいなね映っちゃいましたね。おはようちゃんちゃん、かわいい、ありがとう。レインボーした、ありがとう。ハロー、台風なんか来るらしいよ。主権さん、おはよう、ありがとう。昨日金曜ロードショー、隣の昨日だったの、隣ちょっとロボットされて何度も見てしまう。昨日見れなかった。隣のトトロ、隣のトトロは本当にね、もう一時期もうねずっとついてた、ずっとついてた、ずっと見まくってた。こりゃ寿司のタリが出たな、おばあちゃんのセリフ。メイメイ、違う、メイ、あ、ちょっと似てたかも。初見さん、初見です、ありがとうございます。さんちゃんです、よろしくお願いします。おはよう。猫バスの自動ドア何度見ても構造がわからない分かったらすごいよね。猫バスも乗りたいですね。ハートありがとうございます。おはよう。今日はお休みなのでお出かけします。お、いってらっしゃい、気をつけてね。はいよ、テイクディフェンス、おはよう。ドレッシングも DD ですか。カモも DD だな、だいぶいろいろ試したいタイプ。最近あのアーモンドとかナッツ系が入ってるサラダ好きですね。ドレッシングの話しちゃうんかいって感じだけど、ナッツが入ってるサラダ好き。ハートありがとう。おはようさんちゃん、また来ます、お待ちしてます。またこやねん、ハートありがとう。ドレッシングゲーム取りすぎないようにそっちを絞ったりかけなかったり、素晴らしい。ハートありがとう。おはよう、大グジルフェイス。ドレッシングってか何でもポン酢で食べちゃう、豆板にちょっと入れるとさらにも、ポン酢と豆板ちゃん、絶対いいよね。だからドレッシング、ダイエットでサラダを食べるにしてもドレッシングいっぱいかけちゃったら意味がないからって言うじゃないですか。だからポン酢とかオリーブオイルと塩とか言うじゃない。ありがとうございます。おはよう。カバンの中には無線と有線のイヤホンが必ず入っています。おお、素晴らしい、準備万端。おはよう。これダイヤホン約6年間、おお、通勤や遠出を共にしてくれた相棒でした。ああ、安らかに、ああ、ありがとう。あなたトトロっていうのね、めいちゃん。あなた、ちょ、あなた、トトロっていうのね。おはよう。キラキラありがとう。その髪、ええしょ。やばい。おはようございます。おはよう。昨日、千葉でスイカもらってきて、冷やしてるから食べちゃうよー。だって、食べたーい。おはよう。大グッドフェイス、おはよう。その衣装はたくさん引いてしまいそうなんでやねん。猫の抜けたひげを持ってると思いになるけど、サンちゃんのその髪を守り、あ、え、そういうこと、守り、これお守り、やめ、やんひげの鬼太郎のね、ピーンってなってる。27日に新幹線とまた名古屋の公園見に行けない、止まらないで。おはよう。四季の楽曲にあったたくましいダンスを登場しないの、どうなんでしょうか。キラキラありがとう。ハートありがとう。今日は熊本で有名な花火大会がありますよ、方来て一緒に行こう。だって、あ、いいね、花火ね、いいよね。
今年はでも本当に浴衣もいっぱい着る機会があって、うん、君は制服を着た目立てさん、おはよう、金魚すくいありがとう。9月29日は大学ぶりフェス、チケットぜひゲットしてね。ハートありがとう。あ、だよね、洗濯物たちだよね。おはよう。静岡に来る皆様爽やかへ、ぜひ。なぜなら10月から300円ぐらい値上げするの。おお、これは行かなきゃ、今のうちに行かなきゃ。テイクズリフェイス、おはようさんちゃん、ハートありがとう。おはよう。来週はラピュタ、ラピュタ、ラピュタはあんまりね見たことないんだよね。かな、見たことはあるんだけど、トトロが異常に見てたから。じゃあ新潟の地元で頑張ってますね。いろいろ地元情報を発信して一度行ってみたくなります。うん、おしゃれなカフェとかインスタに載ってたりしますよね。そう、新潟の、うん、トトロリピーターです、はい、昔ね、最近はあんま見てないんだけど。おはよう、天空の星ラピュタ、ラピュタやっぱ夏といえばとあれだから、ジブリだから。金魚すくいありがとう。おはよう。さつきがたまちゃんで、すずちゃんがめい。そんな感じ。とと隣の大トロおはよう、おはよう。なっきーでハイピちゃん見ていたよね、 X ポストしてた。おー、トトロですか。にきちゃん、おは、にきちゃんに挨拶を不要のよ。みきちゃんはもうだいぶ治ってきました。じゃあカシューナッツのカロリー美味しいよね。おはよう。あまちゃんモノマネできる人やモノリストとか特技にした劇場 MC 使えるレベル。でもこういうのは不意にやると上手にできるんだけどね、狙ってやると、ね、なかなか上手にできないんですよね。困ったもので修行が足りませんね。おはよう、おはよう。ドレッシングはごまかフレンチかシーザーかな、だって。おお、結構これ以外の種類でこうあれっていうと何だろう、サウザンみたいなのもあるよね。あと和風かな、和風ごまフレンチシーザーさん、コブサラダは何だったっけ。花火ありがとう。ねえ、さっくさぐれちゃう、うん、ねえさっく頑張ってね。おはよう。多分ジブリ映画で一番見てるのがトトロかも。娘が小さい時は1日1回は DVD 見てたもんね。懐かしい、だってね、そうそうそう、小さい頃、カノンはね、小さい頃っていうより若菜が小さい頃に一緒にずっと見てた。はよさんちゃん、トトロとさんちゃんラッキーの中ぶん、うん、かと、あ、最近俺がトトロかな、トトロかなのトトロかわいいよね、トトロドーッドーって言ってる15点。モノマネあと誰ができる、お母さんとか、お母さんの声は難しいな、優しい声ですよね、めちゃめちゃ。みーちゃんのモノマネ危ない人、なんでやねん。塩分はかのんちゃんから十分もらってるから足りてました、だって塩分熱中症バリ、塩分もらってるのかのかな、初耳。おはよう、キラキラレインボースターありがとう。ということでね、ちょっともう53分だったという間に、
養蚕地の違反、肉肉だったら初めてのボイスメッセージ。そう、昨日はバブルに初めてボイスを、ボイスメッセージを送りました、まあ、メッセージと言えるほど長くはないんだけど、家の帰宅、いや家の帰宅帰宅ねやん。家の鬼太郎はなんかアニメでなんか一瞬テレビで見たことあるぐらいで、あんまり詳しくは見たことないです。はやんちゃん、なんでやねん。ハートありがとう、ありがとう、皆さんたくさんコメント、ちょっとビュンビュンしてます。初見さん、うんうん、ありがとう。ガルス祭り、ラピュアで意地を張ってムキムキ T シャツ破くも奥さんに怒られるシーンが好き奥さんラピュタは割と男の子の SF をワクワクする系だと思う。ほう、おはよう。今日見てタニシ見たけど、カノさん思い出しました。なんでやねん、誰がおめめがタニシやねん。なんでやねん、ハートありがとう、おはよう。懐かしい、カノのおめめは柿の種。カオンさんのトトロに俺はなるなんでやどういうことハートありがとう、久しぶり、どうもどうもありがとうございます。レインボースターありがとう。朝飯はまだ食べてないとです。今日は先日キャンセルだ、友達の韓国ランチしてきたよ、だって。あ、いいな、カルビいいな、あ、おじそね。ラクダのサラダはなんでやねん、ごまドレーンよくかける。うん、我が家は結構いろんなドレッシングを買ってきてくれる、そのままが。キングスクありがとうね、あのワンポイント英会話のお時間、ウォーキング、あ、いってらっしゃいメンバーものお願い。レインボースターありがとう。試験さんおはよう。1時間遅れてた。めっちゃ遅れてるよ、カノ今。千葉テレビで、千葉で、伊勢海老焼いてる。美味しそう。ダムシャンが公園でありがとう。レインボースターありがとう。笑うと髪が柿の種になる女性がタイプです、ありがとうございます。わさび味の柿の種ですからって、あ、梅味です、はい。おはよう、ブブルのやつ寝るときひたすら聞いてました、おかげで寝不足です。なんでやねん寝るためなのに渋滞しとる、かわいい、ありがとう。猫バスになってくれるの、なんでやねん、晴れてきてよかった。でも猫バスは乗りたいですよね。カノンちゃんのモノマネが一番うまいのはミキちゃんです。あ、カノンのモノマネをしてくれるってことよね、嬉しい。カレーと何についてくるサラダのドレッシング探してますが、なかなか見つかない。おはよう。あ、僕来るのが僕13時間差で間違えて1時間遅れちゃう。あ、それでおはよう。ああれ、ありがとうね。もうね、ワンポイント英会話です。何にしよっかな、ジブリパークの実際に再現された建物紹介されていた。うん、いいね。チョコをまとった柿の種、美味しそう。何にしよっかな、英会話。年末の日本のチケットも予約して、お、待ってるねん。タイプ猫バス、 MC で聞くみよったんのカノン指がなぜか嬉しい、カノンも嬉しい。おはよう、
どうしようかな。英会話は英会話何にしよう。英会話は英会話は何系がいいかな。ちょっとおかわりやったっけ前。おかわり、あ、やったことあるな。足しびれちゃった。あ、オッケー。言いたいことは英会、エアコンの温度を下げてください。使えそうだけど、エアコンって言えばいいのかな。空調、冷房、あ、皆さんがしびれた足を、足をいじめてるなんて言ったらいいですかね、日本語。冷房、冷房の温度を下げてください。 OK、 冷房の温度を下げてください。お、長い。Please lower the temperature of the air conditioner. 何だって。 Please lower the Please lower Please lower the temperature. The temperature はやったことあるね、なんかね、英会話で。Please lower the temperature of the air conditioner. Of the air. Please lower the temperature of the air conditioner. Conditioner. Please lower the temperature of the air conditioner. Please lower the temperature of the air conditioner.Please lower the temperature of the air conditioner. Of the air conditioner. Please lower the temperature of the air conditioner. エアコンの温度を下げてください。イエーイ！完璧子ちゃん。素晴らしい。はい、ということで一発でした。 OK、 それではサンデースタイムいきたいと思います。それでは今日も13位からサンデースタイム張り切って登場。13位、ゼンさんです。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。12位、宮高さんです。アットマーク5番目に、ありがとう。 Thank you。 ありがとう。11位、あ、たーこやー、ありがとうございます。11位、阿部ちゃんさんです。アットマーク5番目取れる、オレトークで OK、 OK、 ありがとう。 Thank you。 10位、ふみふみさんです。アットマーク5番目、ありがとう。 Thank you、 ありがとうございます。9位、ネバーサマーさんです。アドマンカッコミリ、あーでて、 Thank you, thank you、 ありがとうございます。8位、ムテキさんです。アドマンカッコミリ、ペコリゴン、ありがとう。ペコリゴン、 Thank you。 7位、あ、カキノさんになってる。ジュネオジさんです。アドマンカッコミリ、ご飯ミリ、ありがとう。カキノタネ、ありがとう。6位、山ちゃんです。あとは初恋サイダー。キスをあげるよ、今気づいた思いです。
ラブユー、今日もハイツンです。頑張ってね、ありがとう。ごい、つかちさんです。あともんくん、こうむにかのちゃん、のすきみくんと、ありがとう。こちらこそ Thank you、 ありがとうございます。 Thank you。 よい、としんさんです。ありがとうございます。 Thank you。 サンフラワー、ありがとう。そして3位、岩崎きよしさんです。今は Thank you、 わわわわ、ありがとう。そしてそして2位、意外と早かになっとる。なんでやねん、なんでやねん、なんで早かちゃんになっとるねん。ありがとうございます。怪しいな、あ、それは呼ばれないよね、名前ね、怪しいです。ありがとうございます。そしてそしてそして本日の第一位は、トゥル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 、てるてるてんてるてんてるるん、じいさんです。横目に毎日あぶつたいますか、大好きよ、ありがとう、大好きよ。一位、素晴らしい、パパパパ、ありがとう、 Thank you thank you thank you thank you、 ありがとうございます、ありがとう、じいさん、 Thank you。そして今日の85位やっこさんは、タラタタタ、お、私はディディ親父さんです。ディディありがとうございます。あなたもぜひアットマークコメになっちゃってくださいね。キュッ、ありがとうございます。はい、わー、ありがとうさんちゃん、今日もありがとうさんちゃん、なんでチュ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 好きだー、ありがとうありがとう、Thank you。 ありがとうね、金魚すくもありがとうございます。はい、ということで皆様本日も朝から見に来てくださりありがとうございました。少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。大好き、 Thank you。 はい、そして X と Instagram の方もぜひチェックしてください。この今日はね、あの SKE のあの33枚目の情報解禁もありますし、あのぐずりおじさんのメイキングもいつもの予定だと22時30分の方からですね、 YouTube でありますので、あのまたポストとかでもお知らせさせていただきます。ぜひどちらも見てください。はい、あとは、あとは握手会やトーク会もお待ちしています。あとはあとはそうだな、あの大ぐずりフェスですね。はい、あのお7月末回答会は数量かなり見えてきた、ぜひぜひお待ちしております。あとはね、あの9月29日に、大ぐずりフェス2024ということで、カノンさんが笑ってたりじゃない、お話ししたり、お歌歌わせていただいたりしますので、ぜひカノンの X の今固定ツイートにねあるんですけれども、ぜひそこからいろいろ詳細チェックしてチケットゲットして、ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです。はい、そんな感じかな。あとはなんかあるかな。あとは皆さん今日も熱中症に気をつけて元気よく、はい、元気よくあの過ごしていけたらいいですね。お仕事とかお勉強とかお家のこととか頑張ることがある人は頑張ってください。お休みの人は全力でお休みを頑張ってください。休むっていう、全力で休むのもね、はい、頑張ってください。16周年もそうだね、16周年も
ますので、16周年も楽しんでいきましょう。はい、そんな感じでご飯食べたいと思います。それでは今日もこの辺でまたこやね、ありがとうございました。またね。お庭のお掃除、お頑張ってね、水分とってね、制服の目行く方楽しんでね。またね、バイバーイ、行ってきーてらー、バイバーイ。